闇の影ああ、タバコうまいわー。なんか短時間に日本も吸い寄るけど、タバコうまいわー。あーもう始まったのか、収録。よっしゃ。いや、すずはケーきだよ。えーとね、もうこの、なんかさ、ネタでちょっとさ、一服してお状態から始めようかなって思ったけどさ、 なんかパスワード、え、パソコンのパスワード、この回だと秘書室にありそうだなって、なんか、何気にヒントができないんやけど、秘書室にありそうって、いや明らかに秘書室入ろうぜ、みたいな感じのこと言ったけどさ、秘書室って入ったっけ前回のパート。社長室だ。そうだ。ここ社長室だ。秘書室、秘書室どこだったっけな秘書室って、ここ役員か。そうだった。役員室か、ここ。 秘書室に入ったらパスワード見つかりますよ、みたいな前振りされてる。これだ開かない <laughs> くそ開かないよ明らかにこれに、なんか6キロのパスワードあるような感じがするけど、開かないよそうか。もうここはもうダメなんかなもう何もないんかな <laughs> ごめんなさい。ありそうやん。もしかしたら開かもしれんやん。 なさそうなところにさ、重要な分隠しとるとかでそういう策士かもしれんやん。もう動かん。よっしゃ。多分この部屋にはもう、階には何もないから。えー、っと、ザッピング。よっしゃ。4階やな。ここあんま見てないもんな、そういや。あ、そうそうそう。ここ鍵がないか探してみようで、ここちょっとザッピングで切り替えたんじゃ。ってことは多分この部屋は見てなかったと思うよな。でも鍵。 わぁ、なにこれ血オイル、いや、血か扉にベッリートついて、ドアが開かない。えぇ、ー、えー、なんか中であるだろう。絶対誰か火つけようとして、燃やして、どうにか食感を輸密がしてろしようとしてるじゃないの。おいおい、やばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ、はいた。何室、ここ。大会議室。はあおう。スクリーンに映す、そういう機材まで、ね。プロジェクターよ。そうそう、プロジェクター。 あ電源が入ってるから使えるえ何か映し出すに使うみたいな展開があるんかうおおそうだったっ。この女の人おったんだったわ。わかなさんおったんだった。ごめん <laughs>。いきなり出てきたけん、ちょっとびっくりしたけど、そうやな。何も抱えていないし、いたずらがきしたくなるね。七星さんって、意外と中身子供だな。 じゃあ、水サイズ書いてくださいよ。自分の水サイズ。なんもですか胸大きいですけど。電源入っていないみたい。うん。この机の下とかはなんもないか。これは印刷ちゃうな。あ、こっちから出れるんじゃ。あ、入り口2つあるタイプなんでな。えっ、ー、と、ここは入ったかななんだここはラウンジ。ラウンジか。あかんない。鍵が。 鍵かぁ。結局のとこ鍵かぁ。鍵かぁ。なこれ鏡だよ。<laughs> 多分鏡だよ、これは。んそういえば、七星さん。人と会う約束してたって言ってたけど、大と約束してたのそれがあまりよく覚えてなくて。 でも確かに今日会うって大事な約束をしてた気がするの。約束したのが結構前だから。それでも,も私、今日すごく楽しみにしてたの。約束ってデートの約束かもしかして。<laughs> だとしたら綺麗なに長い時間すっぽかされとることになるぞ。おいおいおい、そんな相手で大丈夫かおいおいおい。おいだったらいいぞ。おいでよければいいぞ、一緒に。遊園地か、遊園地のがか。きっと大数大人との約束なんだろうね。 相手のこと忘れとるのにか。<laughs> 誰なのか忘れとるのにか。うん、大切な人。なのに私はその人のことを思い出せない。ああ、何かありますね。ところで今の話、なんで段ボールを開いたときに始めるんだろうね。段ボールに何か意味があるのだろうが。 で読まなかったけど今なんかちょっと重要なこと喋ってたよね変 <laughs> え、なんか意味深なこと言ってたよね今。<laughs> 子供っぽいな。研修で使用するホワイトボードかなって。えーっと、なんもないな。 おるやんおー、なんか投げすぎた。そして消えた。なんだこれはライターか ?USB ケーブル。ケーブルじゃないわ <laughs>。なんでケーブルって言ったメモリーだよ <laughs>。パソコンがあれば中身。パソコンか。あったような。えー、っと、どこだったっけ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 ,ったっけそうだった。 映し出す。まさかなんか動画ながら、動画が保存されたんかなこの USB メモリー。お動画ファイル。プロジェクターで映してみよう。来たー。これは、この会社のロビーの映像だな。誰だ隠し子これ、もしかして。あ、お父さん。やっぱ、ひとしって読むんだよ、これ。じゅん。 返してて暴れれはいないよ俺かいいなよそれ子供俺かい <laughs> え、この感じの若さ、え、この感じの歳を考えたら、お父さんと一しくん多分20ぐらい離れとんやな。多分ね。父さんと、僕。あ、まだ誰か出てきた。親子。あは見た目からして完全にレンのお父さんじゃ。 社長天地君その子がれんえっ、ー、とれんくんかやっぱりええジュンくん君と同じやの私の息子だ不愛想な性格でね友達がいないんだジュンくんが友達になってくれたら嬉しいんだけど不愛想だなでもこういう子供って意外とおるよなこれあげる <雨>うんあのねあのね子供お菓子がたくさんあるところをしてるんだ一緒に行こう、うん、<laughs> あらみなさんにぎやかですねヒ <laughs> <laughs> 誰だお前は怪しい笑いエティーがっておや今日は休みではええ今日は娘と買い物をしていたのだけれど 明日使う大事な書類を忘れてしまって近くだったし取りに行きたいよ。へっ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 へ。ほら、ご挨拶なさい。誰こいつも子供、自分の子供をあ、えええ、紹介した感じなんかな。誰なんだ今秘書の人かなこれは初めてレンと会った時の。なぜこんなものがえで、なになにちょっと。 <laughs> なんか感じてるみたいな何かを感じてるみたいな顔やめろお前ちょっと名越さん大丈夫か何か思い出したごめんなさい私えっ名越さんえ,さんえ私大切なことを忘れてるもう少しで思い出しそうよってなると頭が割れるように痛い一体何なの それにあの映像、私、みんなのことを知ってるとか言いながらどこ行くねんうわあな、なにヒックあ、いや、お酒飲んでる。お酒飲んでる子供。子供のくせにお酒飲んでるよ。ちょっと注意してあげなさい。ヒックって。<laughs> 泣いているのあなたは、一体ああおれえ <laughs> いきなり後ろを取ったそんなじゃあ何を引くまれたんだ思い出したよ今日が何の日なのか約束した大切な人のこともそして私がすべきことも何だ参、まあ、ってな名越さん大丈夫かなあっ名さんが多分こっちにいるような気がする あーとか言っていたら奥玉が来ちゃった気がする。そっちに行かないといけない気がする。でも俺はメタ的な意味でこっちに直しスがいると分かっているからこっちに行く気がする。でもそういう発想になってしまうのか。ごめんな、みんな。メタ的な行動はできないらしい。ごめんな。じゃあこっち行くね。あ、結局鍵しまっとんかい。<laughs> 結局鍵が優れてか。 そうじゃ、ほんとじゃ、オイルとかなくなっとる。オイルか何か知らんけど。わあ,あからさまに鍵っぽいのが落ちてる。ラウンジの鍵と一緒にメモがある。ラウンジ。メモ。ある女の子がいました。その女の子には家族がいませんでした。だから寂しくないようにと思って友達になりました。毎日、毎日遊びました。ある日、いきなり女の子はいなくなりました。 最後に会ったとき、女の子はこう言ってました。ナトラーカーなのに。どういう意味だえ、この女の子結構難しい言葉してるのか俺でもわからんぞ、その言葉の意味。ナトラーカーなのに、どういう意味だわからん。まあ、何にせよ、ラウンジじゃ。 ラウンジ行ったらもしかしたらヒントあるかもしれんしあと他にもちょっと調べておくパソコンかうんああオイルの音ええー、黒い液体咲きなかったやんなくなったって言うたや何もまた出てきてんの <laughs> 一回掃除してまた 塗り直すってのはどういうことよちょっと、手のこんな、いたずらしやがる。出ていけんで。だとしたら出ていけんで、おい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 。あ来たラトナ、え何やってけごめん。ごめんごめん。わ <laughs> かったけどさ、ちょっとごめんな。ナトーラカなのに。ナトーラカなのにじゃ。ナ、ナトーラカなのに。おお。分かったわかったわかったわかった。わかったわかったわかった。 わかったわかったわかった。ナトーラッカーなのにやな。これをさ、ナトーラッカーなのにっていうさ、キーをさ、あのー、ローマ字じゃローマ字入力してさ、6文字のアルファベットにして出したらさ、なんか3文字の言葉が出てくるみたいな、そういうことじゃこれ。<laughs> ナトーラッカーなのにか。ちょっとごめんな。ちょっと、メモ開いてちょっとやってみるわ。よっしゃ。ナトーラッカーなのにってさ、 ローマ字で出したらさえーと嘘つき嘘つき嘘つき何の嘘をついとるというのだ嘘つきでこれさどういう意味だで、ね、嘘つきって打てばいいんがえーと嘘つーきよしよいしょずっと一緒って約束したのに 今、声が聞こえたのに、誰も、いない。とりあえず、オッケーか。アイドルかあ黒い液体が消えた。なんで嘘つきって言葉を判明させたらこんなことが、消えるのか。えっ、ー、と、ラウンジ、ラウンジ行こうぞ、ラウンジ。ラウンジどこやったっけ俺、場所とかは結構覚えるの苦手タイプだ。来た、ここじゃ、ラウンジ。開いたー 来たラウンジなんかおこれ新聞20年前月宮コーポレーションでエレベーター事故 IT 系ベンチャー規模として業績を伸ばし続けている月宮コーポレーションで27時の,27時の19時頃事故が起きたエレベーターのドアが開いた時にエレベーターが来ておらず飛び乗って子供が転落した 転落した子供はまもなく死亡が確認された。亡くなったのはこの会社に勤める社員の子供で、会社には遊びに来ていた時に事故に見舞われた。あええこれ ?20 年前って言ったってことはさ、あの、USB メモリーに入っとった時期ごろじゃないもしかして。で、社長の子供って、この頃の社長がさ、あの、純くんのお父さんのひとしさんだろで、ひとしさんの子供を、 こええそれさえっ潤くんが死んで今は捜査士をこの潤くんは実は偽物でみたいな感じかもしくは潤くんと兄か弟のどちらかお追ってその子がここで飛び降りてしまったみたいな感じえそういうことよなで19時ごろ事故が起きたってこの19時って止まる時間にあっとるし 27日ってまさか今8月の27日じゃないだろうなでその日だみたいな感じ実は今日がその日だみたいな感じじゃないおいおいはい僕はこの事故のことを知っているなんで今まで忘れていたんだいやもっとこの事故の事件のことを知ってる気がするのにわあちょっと謎が解けたけどさらに新しい謎が出てきた気がする 誤解をあらかた調べたし、純と合流するか。よっしゃ、じゃあ、非常階段から降りろってことやなと思ったけど、やっぱりその前に何かイベントはあるだろうなと思ってました。上になんか鍵がおるのかおらんわ。あ、こっち、ああ、女の人の方。五階に来ちゃっ、レン知り合いかなお前どうしてここに大丈夫なのか今日は大切な日だから。え 大事な人ってレンのことかいえ、なんなのお前ら付き合ってたのええー、いいなぁ、レン君。そんな美人でおっぱい大きい女の人と大切な人という関係になれるなんてめっちゃエゴですね。で、大変なですね。これ、レン君と会った時のこの人めっちゃエゴですね。レン、お願いがあるの。なんだ、ディズニーシー行きたいのかあの鍵を見つけて連れてきてほしいの。お何わかった。 俺は純があったっていう黒穴は舞ってこう少し調べてみようと思うさらっと分かったって言うったことはさ完全にあの男の子の正体が分かっとるしそれで言ってさ分かったでさらっと言えるぐらいにさなんでそうしなあかんのかっても引っ張り分かった感じなのよなうちの社のものではないしないものなのか知る必要があるそうよな <laughs> じゅんくんは田村とるけん気づいてないけどさ、あの人絶対、うちの会社のことをどうにか狙ってるような気がするんだよな。私は、ここで探し物をするわ。探し物うん多分、あるとしたら誤解なの。どういうことあるとしたら誤解でどういう反応、判断な女の勘なのかああ呼ばれているのか読んだの 今呼んでる声なのまず声なのそうね。いや、言っちゃダメな気がする。それ言っちゃダメな気がするやつだよ。いいのかお父さんなんでだよ性格友達になれたのに過去の回想信者。ジュン。いい加減の死なそうい,いつもそうだ父さんは僕のことなんか考えてないんだ父さんなんて大嫌いだ なんかエントランス1階今のは一体それにここは1階僕は確か4階で考えるうちに頭がぼーっとしてなんで僕は1階にいるんだいつどうやってくそ考えてもわからない一体どうなっているんだええー <laughs> 謎が謎を呼ぶしザッピングって出たけどザッピング誰とザッピングするやん この二人ちゃんとザッピングできるんじゃ。あ、いいんじゃ、ザッピングして。もう操作してやダメ。プレイヤーの知らんところで動いてますよ、みたいな感じで出すんかなと思ったから、ザッピングしていいんじゃ、こっちの人も。えレンとかれる必要ある同じ回なのにレンとかれる必要あるえ、なんなのよくわからん。<laughs> よっしゃ。 まあ、せっかく一回降りたいんやけど、さっき一回見たいよね。えっ、ー、と、ザッピングで、ジュンに戻ろい。何かあるはずなんよな。パンフレット。えっ、ー、と、非常階段や、もういいや、これは。何せよ、なんか下まで降りてしまったか。あ、出ていこうぜ。てかさ、出ていこうか確認しとこうぜ、これ。<laughs> これは出て行こうと確認しなあかんやつ。あかんのやな、やっぱ。警備室か。警備室、ここの階にあるんかな。あとドア開きっぱなしになっとるっていうのがちょっと気になる。セーブしてこう <laughs> なんか飛び降りて、かえー、実はエレベーターありませんでしたみたいな展開。子供の展開みたいになったらあかんけどな。事件の展開みたいに。ああ <laughs> セーブして、うってよかったみたいな選択肢出て,てるやん。ダイブ もう、たぶん、もう戻れない。戻らない。覚悟を決めよう。いや、絶対ゲームオーバーになるパターンだよね、それ。絶対ゲームオーバーになれるパターンだよね。でも、飛び降りる。えちょええ、そういう感じそういう感じえあ、はしごで終える感じなんじゃ。はははは。 ええー、絶対これ重要なパターン。ええー、ちょっと一回まだ調べてないです。一回調べてないですけど。なんだよ、これ。血の跡。あっ。た、たすきにーに、逃げなきゃ。逃げ、え、これまで逃げたかったやん。これまで逃げてなかったやん。ちょっと、逃げてなかったやん。別に逃げてでもいけたやん。なんで今更逃げなあかんの出てきた。え、こんなに長かったっけうわ びっくりしたなな名もじさんか違うのああうんえっびっくりした男の子がこっちに習慣移動して回り込んどったかなってんで蹴り飛ばしてこの階段から突き落とそうとしとんかなってあとあのカナダさんその体勢パンツ見えそうですよ<ー>違うって何が真実を見てえああ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 あ ハハハハどうしてそソ <laughs> でしょう <laughs> ええええあの女の人カ <laughs> ラさんどうして <laughs> まあ、いいや。まあ、死ぬ直前に女の人のパンツを見れただけでも幸せ。ふふふふ。え、何にせよ、これあれか。バッドエンドか。よかった、セーブしとって。やってみるもんやな。セーブしてちょっといろんな選択肢やってみるもんやな。よかったー。落ちるスピード、遅いな。ふふふ。これだけのスピードだったら地面についた時の衝撃少ないんじゃないのか。死なないんじゃないのか。<laughs> ま何にせよ何なんだろうカナーさん。どういう立場の人間なのあの人。回想シーンのさ、三人目に出てきた親子のえ、ええ、な、なんでなんで突き落とした方の人間がなんで <laughs> なんでいや、そのベッドに横たわるどっちかって、ジュンさん、ジュン君の方だろう た、大変。いや、いや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 先生、七良方士、クさんが。ええー、<laughs> 突き落とした方だぞ犯人の方やぞ <laughs> ナンバースリー、フォールエンド。落ちていたけん、フォールエンドが。ええー、なんでわからん。バイバイ。 ターニングポイントは明らかにここじゃよな。この影の少年にどんなことを引き込まれたんそして何を思い出したで大切な人って誰で思い出したからってなんで純くんのこと突き落としたりするかね